キノコの和風クリームパスタを作ります。ニンニク1かけ、玉ねぎ 40g、20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンに有塩バター適量を引き、ブンブンした具材を炒めます。ウインナー2本、エリンギ 50g、しめじ 50g を入れ炒めます。火を止めて、薄力粉大さじ1を入れ、粉っぽさがなくなるまで炒めます。牛乳 200cc、生クリーム 100cc、コンソメ顆粒小さじ1を入れ、混ぜ合わせます。煮立ったら、茹でたスパゲティを入れ、混ぜ合わせます。塩コショウ適量、醤油小さじ2を入れ、味を整えたら完成です。シーフードスープスパを作ります。ニンニク1かけ、玉ねぎ 50g、 20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンに有塩バターを入れ、ブンブンした具材、シーフードミックス 150g を炒めます。トマト缶1/2缶、牛乳 50cc、 生クリーム 100cc、 水 100cc、和風だし小さじ2分の1、コンソメ顆粒大さじ1、5分ほど煮込みます。マヨネーズ 20g を入れ、混ぜて溶かします。茹でておいたスパゲッティを加え、混ぜ合わせたら完成です。ミートソースを作ります。玉ねぎ1個、人参1/4本、しいたけ2個、にんにく1かけ、20回程度ブンブン引っ張ります。全体が混ざるように途中で容器を上下に揺らします。フライパンに油を引き、ブンブンした野菜を炒めます。ひき肉 150g を加え、火が通ったら小麦粉小さじ1を加え、肉に絡めます。ホールトマト 1/2 缶、ケチャップ大さじ1、ウスターソース大さじ1、砂糖小さじ1、塩小さじ 1/2、水 100cc、 固形コンソメ1個、5分ほど煮込んだら完成です。豚肉と長ネギの和風スパゲッティを作ります。ニンニク1かけ、長ネギ 50g、20回ほどブンブン引っ張ります。フライパンにオリーブオイルを引き、ブンブンした具材、しめじ 30g、豚バラ薄切り肉 100g を炒めます。水 100cc、和風だしの素小さじ1、めんつゆ大さじ3を加え、混ぜて煮立たせます。水溶き片栗粉でとろみをつけたら、茹でたスパゲッティと合わせて完成です。